年は2024明治安田 J2 リーグ第5節大分トリニータ対鹿児島ユナイテッド FC にお越しいただきありがとうございます。鹿児島ユナイテッド FC サポーターの皆さん、ようこそ温泉県大分へ。試合は熱く、大分の温泉も熱く、皆さんを歓迎いたします。それでは鹿児島ユナイテッド FC スターティングメンバーの発表です。ゴールキーパー1、伊藤里亮太。ディフェンダー17、星光太。ディフェンダー28、戸根一成。ディフェンダー23、岡本俊成。ディフェンダー16、野武博也。ミッドフィルダー8、藤村圭太。ミッドフィルダー27、山口拓実。ミッドフィルダー21、田中航。フォワード46、酒井誠也。フォワード10、藤本宮城。フォワード36、米沢蓮。続いて第5選手です。ゴールキーパー38、大野智華。ディフェンダー4、広瀬健太。ミッドフィルダー6、渡辺英介。ミッドフィルダー65、西郷尚俊。フォワード18、福田陸斗。フォワード34、鈴木翔太。ロフト92、宇野勝ランス。監督は大島 S.A.T. 本日のマッチコミッショナーは山下徹氏。審判センターは石山信夫氏。主審は山下義氏。副審、唐垣拓司氏。穴井由香子氏。第5の審判員は石山拓司氏です。